はい、それでは三国新戦続きをやっていきたいと思っております。お越しいただきありがとうございます。ズジン、いやーシーズン3はやっぱ展開がなんかちょっと早いですね。いろいろ見てましたけど、やっぱり経験値の入り方とか、まあ、そういうのもやっぱなんかね、やっぱ早いみたいですね。いやーって感じでちょっとね、ここはどう見てみたいと思います。でね、はい、で、今の段階なんですが、いや今日ね、ちょっとね、もうほんと申し訳ないですけど、花粉がね、なんかすごく、多分花粉だと思うんですけど、もうピークかな、これ。もう鼻くすくすの目しばしばのもう、って感じで。はい。で、今、呂布。こんな感じですよ、呂布隊。今ね、なんだっけ。相当。これ。もうね、相当にお出かけして、レベル上げをね、頑張ってます。で、関連隊は今こんな感じ。で、当然、もう先方ももう、つけれるだけつけて、で、当然、こういう序章まで、兵法書までね。もう当然つけれるまでつけて、で、一応、このね、攻略っていうのを見ながら、あと、ウェブ上も見ながら、あと、皆さんのコメントをいただいてるのを見ながら、あとは、ま、自分で、あ、これね、こうがいいかな、とかね。ちょっとね、状況に応じて、まあ、付けさせてはもらっております。はい。とりあえず、主力はもうほぼ覚醒済み。いやーもうね、シーズン2の時から考えるとね、もう考えづらいですね。うん。で、今のここは任務的に言うと、なんと、ドン。ドンって言うわけじゃないけど、なんと、レベル7、5以上取って、レベル8を残すのみとなりました。いやー、これね、すごいですよ、僕からすれば。もうシーズン2のもう終わり頃の僕からすると、もうこれこそ本当にね、想定外。でね、やっぱレベル8、ここまで来たらやっぱレベル8、ね、獲得したい。でもね、まだ一回も攻撃したことない。で、いつもの突やるかったら今日はできない。今日はちょっとね、理由があってね、突できないんですよ。いやー、これねー。で、今日ね、レベル8近場に一個だけあって、もう争奪戦みたいな感じになってるんですけど、これ。あ、ここだ。これ。一応ね、下調べまではしてるんですよ。芝なんですよ。まず一発目が。で、芝居が思ってる。芝居。これね、芝居でしょ？八門金さん持ってる。しかも新三希望まで持ってるよ。で、次、各所。ね。守りの各所みたいな。そういうイメージ。あ、兵法書までつけてんだ。ここまで、まあ。で、次が利点。ねえ、あー、ちょっと待って、利点。これね、勝てる気しないっすよね、これ。で、
一応、一万、推薦兵力は18,900ってなってるんですけど、18,900でしょ？ね。なんかいけそうですよね。で、ぶっちゃけ、いつもの僕だったら正直言ってると思います。ただね、まあ、一撃のあの、資源、兵士の減り方はもう耐えられない。一時何もできないっていうね。こういう現象に追い込まれたんで、で、特に今日はできない。なぜなら、これがもう移動してます。しかも兵器で移動してるっていうね。はい。防衛隊。もう、ね。って感じなんですよね。はい。で、僕ね、今回こう思ったんですけど、この、どうか、まあ、前回もちょっと話したけど、どうかってすっごい溜まりにくいですよね。で、これ、お金を使ってどうかを買うっていう手もあるんですけど、ただ、これ買ったところで、あ、買っちゃった買っちゃったやば。そうなんですよ。3万6千ぐらいしか入ってこないんですよ。これ多分ね、どうなんだろうな。で、ね、資源のところで、僕、これでね、とりあえず、どうかが作れるところは全部作ってます。造幣所。で、レベル2まで上げてるんですけど、ただ、これレベル2まで上げたのはいいんですけど、次がね、昇格。10万、本当に、ま、毎回言うんですけど、10万いるんですよね。どうかが2万と。で、これ、価値あるんかなと思って、バフ、一応、造幣所バフの1600っていうのはあるんですけどね。いやー、これねー、ちょっとね、もうこれが欲しい。今、銅貨が欲しい。銅貨をもらって、武将して、で、戦法ポイントを貯めたい。今、ちょっとね、チラッと見えた。おっと、今着いた。あら。やっちゃいますか。タイミングよく。まあね。ですよね。あ、で、今日ね、なんと武将、今日朝一発目が、なんと花公園が来ちゃったんですよね。もう一枚。花公園。加工園。いやーねー、欲しいのは来ないんですけど、まあまあ仕方ないですよね。ただこの次、このなんとかね、このレベル8、僕個人的にはレベル8の土地を買い、取りたい。ただもうなんかこうね、はい、横付け取り合い合戦みたいになってるんで、で、近場にはもうレベル8ってここしかないんですよ。近場には。なんでね、ここ取らなかったらこれクリアできないぐらいのノリなんで、いち早く取りに行きたいんですけど、やっぱりね、ちょっとね、今日はできないんですけど、明日あたりちょっと一回ね、突撃してみようかな。って思ってる今日この頃です。ただまあまあね、どうなんでしょうねーっていうようなところで、お、なんか来ましたね、なんか、ああなるほどね。で、このね、今相当も今5に行ってて、6あたり、これ初
やめた方がいいかな。危険かな。いや、せっかくなんで行ってみよう。武将の武、見せる時。行ってみよう。いざ参ろうか。ここは一発ちょっと行ってみよう。主力に二部隊を信じて。さあ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 、6がいけるようになるとまたさらにレベル上げがね、ちょっと楽になっちゃうんですけど、なんか変な音しないでよ。36レベルアップ、変な音しないでよ、お願い。とりあえず勝ち越した。なんか嫌な予感するな、これ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そうでもないね。あー、艦隷隊がちょっとやばいかなってぐらいで。そうでもない。これいけるね、レベル6。ちょっと、これちょっと見てみる？もうね、最近楽しくて仕方ないんですよね。さらに。これが見る、この動画見るのが。今こそ好機、かかれ！戦力、悔いても遅うございます。我こそ天下無双、余宝戦、善にあり。さあ、どうなのよ。範囲攻撃出た。今こそ好機、かかれ。今こそ好機、かかれ。お、気になったんだよね、呂布の範囲攻撃。今こそ好機、かかれ。おお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 お、押してる押してる。無双だ。もういい。天下無双の一撃を受けよう。やっぱり言ったか。来たか、やっぱり。今こそ好機、かかれ。これ次回から6でいいな。これ6いけますね。はい、ありがとうございます。3万もらって、で3万でしょ。3万もらっての3万6万でしょ。これやっぱでかいよね。あんね、光月いるからね。ちょっと見せて。うわー、いってるいってる。とっておきを見せてやるぜ、鈴の観念。我が凛たる鈴の音が。旅歴喋っていいんだよ。走っていいんだよ、旅歴。序章もいいんだよ。とっておきを見せてやるぜ。また観念かい。喜べ、我が策を披露する。かわいいな、ジョジョ。今こそ好機、かかれ。なあ、ジョジョ頑張ってるような気すけどな。今こそ好機、かかれ。
序章の名前よう出てくるな。やられてる序章も。とっておきを見せてやるぜ。いた。天下無双の決闘。やっと喋ってくれた。天下無双の決闘。侮ったか。いったね、両霊騎。手間だな。燃えてきたぜ。燃えてきたぜ。新婚の鈴の音を。いや、これ6 いけるな。ちょっとね、レベル40を目指して、次は、ちょっと相当合戦、行くしかないですよね。よね。あとね、やっぱりね、動画がどうしても欲しい。まあここはね仕方がない。溜まったらやっぱりなんとかね貯めて、先方ポイント貯めて上げていく、これに越したことはないですね。やっていきましょう。いやー、現状報告も含めて今こんな感じです。いやでもね、すごい。これは僕の中ではもう信じられないっていう行きに来てます。で、多分、次回は難しいでしょうね、レベル8。多分、レベル8になんか行っちゃって、ボコボコにされて、丸1日近く何もできないとかね。そういうのも想像できるんですけど。まあ、それはさておき。はい。今日もお越しいただきありがとうございました。またよかったらぜひぜひね、遊びに来ていただけたらと思います。で、甲状腺、対人戦。今シーズン3はね、ちょっと積極的に参加していきたいと思ってますんで、ぜひぜひご覧になっていただけたらと思います。それでは、ありがとうございました。あとチャンネル登録の方もぜひよかったらお願いいたします。失礼いたします。まあいいや。失礼しました。